ロリコンにちは、松本です。じゃあ、はい、話せばこれに感じです。はい、どうも、ラムです。こんにちは。皆さん、どうも。ね、今日はまた動画ね、参加させていただくということで、ね。ありがとうございます。本当に毎回登場させていただきましてね、松本登場記。もう本当にありがたいね、二階堂さん、松本さん、今日もね、よろしくお願いしますね。今日なんすか？今日はね、ドラゴンクエストのね、鉛筆を転がしてね、なんか戦うやつでしょ、これ。そう、バトル、バトル鉛筆でございます。これね、小学校4年生か5年生ぐらいの時に僕が初めて買ったんですけど、これなんで鉛筆かっていうと、こう転がしてね、この出た面でまあ遊ぶっていう遊びなんですけど、これね、後になってこういうキャップが出てきて、これが装備なんですよね。そういうのもいろいろ出てきて、ラスボスのやつはこんなでっかい鉛筆だったりしたんですよね。あったあった。そう、すごいねそれね。そんなんできるんか。お父さんやないか。知らんかったぞわしらこれ。お父さん。ほんでこれがですね、鉛筆だっていうことで学校に持っていけるわけですよ、おもちゃなのに。っていう体で作られてるのかどうか知らないですけど、それでこれは許可されてたんですよ、うちの小学校でもね。ただバトルするじゃないですか。で、負けたやつが勝ったやつに取られるみたいな、やってましたね、やったでしょ。それが問題になったんですけど、ああなるほどね。だから持ってくんなみたいになって、はい、逆にね、せっかくお金出してね、お父さんお母さんたちに買ってもらったものをそういうふうにするんじゃないというふうなことになって、僕はね一切取り合いはしたことないんですよ。コレクション癖があるから集めたいんで、だから誰とも勝負をしてなかった。一人でずっとこうやって転がしたら、悲しい子やん。ペンケースがあってね、ドラクエ用のこんなペンケースでっかいのが、あのビニールの、わかるパンパンになってた、こんな持ってたんで僕。これをね、今日ちょっとやってみたいと思います、久しぶりに。今ねパッと映ったんだけどね、皆殺しとかいう言葉を書いてる時点でさ、もうどうかと思うよね。しょうがないや、こういう技があるからね、エリミネーターの技やからね。さあね、というわけで、じゃあ早速ね、皆さんでやっていきましょうかね、ドラゴンクエストのこの鉛筆転がしゲーム。なんやドラゴンクエストの鉛筆転がしゲームっていうね。やっていきましょう、鉛筆転がしゲームね。ドラクエの鉛筆転がしゲーム開始。松尾田道中記。そんな感じでいきましょう。じゃあどれ選びます？私はね、1本ずつでいきましょうか、最初はね。そうですね。いや、私はね、装備もありです。勇者も2人いるんで、私はこの中だとね、さまよう鎧が好きなんだね。1の勇者が好きなんだけどないので、さまよう鎧、あ、これフォームスライムとセットになっとんか。2の勇者いただきます。はい、2の勇者ね。めっちゃシンプル、装備はくっそ強い装備もらいます。あ、そう、破壊の剣。それでは僕選びますよ、キラーマシンです。ああ、好きやもんね。キラーマシン大好きなんですよ。まあ知ってると思うんですけど、キラーマシンがねめちゃくちゃ強いんですよこれ。2回攻撃ができるんで。じゃあ私はですね、パズーでいいんじゃない？パズーで。じゃあパズー行こう。じゃあパズーじゃない、パズーぜ。パズーです。はぐれメタルでいいんじゃない？はぐれメタルかわいいよ。逃げるんやろどうせ。これ逃げ出したいんだったら負けですから。これ負けたやつは今日のね晩飯のステーキおごりですから。イエーイ。じゃあいきますよ、順番じゃんけんしましょうか。じゃんけんポン。あ、いこうでしょう。 MP の概念ないよね。 MP ないですね。丸の人星の人っちゅう概念はあるのかな、ちゃんと。僕星です。二階堂勇者丸、裏のメタル。これ丸に攻撃、星に攻撃とかあるんで。そうそうそう。じゃあ100ポイントですね。はい、1ポイント100から。はい、じゃあ2回ましょう。とりあえず装備したいな。とりあえずな、ここのね画面に見える面が有効面になる。これあれっけ、装備を、装備が出たら装備つけれるんだっけ。そう、装備が出ないと装備つけられない。はい、いきます。お、丸に20のダメージ。裏のメタルどうぞ。全員に40。わあ強いな。強いね。じゃあいきます、松尾田さん。全員に10のダメージ。もう一回攻撃。あら、全員に10、もう一回。うわー、40です俺。404060。僕も60です。いきますよ。はい、星モンスターに20のダメージ。いないね、星いない。あ、星は僕だけか。よし、いくぞ。装備ができたらね、いけた、見えた。全員に10、全員に10ダメージ。装備、はい、10のダメージと装備でございます。装備しました。チャキーン、ミス。じゃあいきます。はい、星モンスターに20。あ、いない。さて、こっからですえ、こっからですえ。星に60のダメージ。あ、死んだ。あ、倒した。キラマシン倒した。死んだ。よし、さて俺が今5040。よし、イオラとか出たらやべえな。イオナズン全員60。あー、死んだ。お、すごい、やったー。うわー、はぐれメタルに負けたよ。勝った勝ったー。マジか、やったぞみんな。今日初めてやったんだけどね、よかったね。よかったよかった。松尾田道中記。はい、ということで終了しました。どうでした？面白かったね。面白かったですね。すごい面白かったですね。もう初めてやったんですね僕。あんな面白いと思わなかったですよマジで。流行るの分かりますわあれ。大人になってやっても面白かったね。面白い。ドラクエが分かってる、面白い。モンスターの特性をよく掴んでるっていうか、そうですね、うまくバランス考えられてますよね。そうですね、それは思った。面白い。だからね、もっといっぱいあるんですよ種類がね。ただ今回実家に置いてあるからどこに行ってるか分かんないんで、だから新しく購入したんですけど、当時のやつです。復刻版なんで、最近のやつ、新しく出たやつがジェネレーションズかなんかいうやつなんですよね。バトエン G みたいなやつ。ですけど、それがもうちょっとキラキラしてるやつとかあるんですよ。なるほど。じゃなくてもう当時のまんまのやつ。ああ、なるほど。いや面白かったね。いや面白かった、面白かったですね。これがバトル鉛筆っていうのはこのドラクエが一番最初で、そっからどんどん遊戯王が出たりポケモンが出たりとか他のゲーム会社が真似してできてきたっていう感じなんですよね。久しぶりにね童心に帰ってみたんですけど、いや楽しかった、楽しかった。これやってみましょう。またね、勝敗を決める時とか使えますよね。短時間でできるのがいいね。ワンプレイというかワンゲームがね。そうですね。もう最初にね HP 0になったら負けっていう風にすればすぐ終わるんで、これやりましょう。ね、大阪で。うん。視聴者さん集めて1万人ぐらいで。いいですね、1万人でね。1万人大会やりましょうか。トーナメント楽しいですよ。トーナメントやろう、トーナメント。じゃあ最後のやつ順番回ってこないもんね。絶対最初の方でもなくなる。1万人回すんでしょ、ずっと。1万人総当たりでね。いや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 。総当たり戦でやりましょうか、1対1でね。めちゃくちゃ時間かかるやん。ということで「ドラゴンクエスト」のバトル鉛筆でした。チャンネル登録よろしくお願いします。次の回も一生懸命頑張ります。おきげんよう、グッバイ、またねー。チャンネル登録お願いします。スマホ、タブレットでもタップできるよ。前回の動画、おすすめ動画もチェックしてね。